はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネル、200万円以下で買えるアメシャ中古車の番外編、ベンツです。メルセデスベンツの E クラスのステーションワゴンですね。本日はこちらを紹介します。はい、こちらですね、2009年型メルセデスベンツ E クラス E320 の CDI アバンギャルド、128万円。これですね、かなり本気で見に来ました。128万円っていう金額は、新車時の金額が約900万円だったことを考えるとかなり安いです。で、やっぱりですね、ディーゼルターボっていうのがかなり魅力の一台ですね。はい、はい、でこちらの E320 のステーションワゴンなんですが、めちゃめちゃ綺麗です。ブラックなんですが、ものすごい光沢がありますね。でちょっと今日夕方になっちゃったんですが、ピカピカ、おそらくずっと屋根下保管されてた車だと思うんですが、まあ、2009年モデル、もう10年以上前のモデルなんですけど、全然古さが感じないですね。はい、はい、でこちらの車両なんですが、このボンネットのエンブレム B ブラバスですね。でまたホイール、こちらですね、本物のブラバスのモノブロックのホイール、19インチのホイールですね。でブラックペイントされてます。でこれがまたとっても綺麗で、こちらのタイヤサイズなんですが、245/35/19で、純正はですね、こちら17インチなんで、ホイール2サイズインチアップしてますね。はい、はい、でこちらリアも19インチのブラバスのホイールなんですが、タイヤサイズはですね、275/30/19、フロントよりもかなり大きめですね。で前後ともタイヤはピレリの P0 を履いてるんですが、あまり使用感がないです。このサイズのピレリの P0 でこれだけ新しいタイヤがついてるっていうのはポイント高いですね。はい、はい、でこちらの E320 なんですが、足回り少しローダウンされてます。でお店の人に聞いたところ、H&R のダウンサスが入ってるとのこと。まあめちゃめちゃペタンコに低いっていうわけじゃないんですが、純正に比べるとそうですね、3、4センチは落ちてる感じですかね。まあここは好みの分かれるところですけど、格好だけ考えるとノーマルよりもやっぱり安定感あっていいですね。でまあ、低いって言ってもベタベタっていうわけじゃないんで、まあ、これで一気に乗りにくくなるとかそういうのはなさそうです。はい、はい、こちらの E320 一番のポイントとなるのはやっぱりこちらエンジン、 V6 3リッターのディーゼルターボで、やっぱり軽油を使うディーゼルエンジン、まあ、この経済性ですね。でこれがですね、やっぱり一つの大きなセールスポイントになります。でこちらちょっとカバーにペイントが配されてたりとか、ブラバスのステッカーが入ってるんですが、お店のスタッフに聞いたところ、これはエンジンはフルノーマルだそうです。でただこちらのエンジン、最高出力は211馬力とそれほどでもないんですが、やっぱりディーゼルターボということもあって、最大トルクは 55.1 キロ、でしかも2400回転で 55.1 キロ、もう中低速めちゃめちゃ力あります。これはかなりやっぱり
筆者はポイント高いですね。はいはい、ちょっとインテリアを見てみます。内装基本フルオリジナルですね。ステアリングとかインパネ、シート、その他特に変更されてません。で、ブラックのレザーシート、フロアとかも綺麗ですね。あ、ペダル類、ペダルカバーが AMG のロゴが入ってるビレットのペダルカバーがついてますが、まあこれは社外品ですね。で、ドアの内張りとかもすごい綺麗ですね。10年以上前の車両とは思えないぐらい状態いいです。で、革シート、本革シートもまあこのぐらいの方の名声数は大体そうなんですが、あんまり劣化見られないですね。で、例えばシートを後ろにやった時のこのヘッドレストとかもちゃんと動いてます。内装程度いいですね。はいはい、こちらリアシート、リアシートも綺麗ですね。足元とかも綺麗ですし、まあフロントもそうなんですけど、リアも全く気になるところはありません。で、ドアの内張りとかも綺麗で、フロントシートの背もたれとかも傷とか汚れはないですね。はいはい、じゃあちょっとラゲージ見てみます。これカーボンシートは後から貼ってると思います。で、ラゲージはレバーをに触れれば自動で開きます。パワーリフトゲートですね。で、ラゲージ綺麗ですね。あまり使用感ないです。で、Eクラスのワゴン、まあ積載力も十分ですね。このステーションワゴンの広いラゲージはやっぱりポイント高い、まあ、セダンにないポイントですね。で、セカンドシートワンタッチで倒れますんで、セカンドシートを倒せば積載量は上がります。で、こちらボタン自動で閉まります。はいはい、こちらインパネです。まあ、インパネはあの普通の通常の E クラスのステーションワゴンと特に変わりありません。で、ただ、まあ、アバンギャルドっていうこともあってか、このウッドとレザーのコンビのステアリングとかはかなりスポーティーですね。これ変えてるのかな。はい、で、この辺のですね、まあ、ウッドパネルの感じとか、まあこの年代の E クラスらしくて、それなりに高級感あっていいですね。はいはい、じゃあちょっとエンジンかけてみます。はい、まあエンジンあっさりかかりますね。調子良さそうです。はい、走行距離53,485キロ、2009年モデルで11年落ちっていうことを考えると、まあ53,000キロを対して走ったないですね。今表示は右リアバックレースロックされていません。まあまあこれは関係ないですね。はい、それではちょっとエンジンアクセル吹かしてみます。タコメーターは右側ですね、センターはスピードメーターなんで。これですね、結構ちゃんと踏んでるんですけど、やっぱりエンジンの回転数の上がり方とかはディーゼルエンジンだなっていう感じ。ガソリンエンジン、最近のスポーティーなエンジンみたいにヒュンヒュン回る感じはないですね。まあ、あのこういった回り方好みは分かれると思うんですが、そもそもディーゼルエンジンって実用エンジンであって別にスポーツカー向けのエンジンじゃないんで、まあこういうものだと思えば特に気にならないですね。で、一昔前のディーゼルエンジンみたいなカラカラというような、そういうトラック的なフィーリングはないです。
はい、はい、こちらトランスミッションは7速 AT で、こちらですね、リバースに入れるとですね、こちらバックモニターの一部がバックカメラになります。まあ、これオーナーさんがつけたんだと思います。こちらですね、サンルーフついてますね。まあインパネは本当にこの車綺麗ですね。はい、はい、こちらですね、3リッターの V6 のディーゼルターボ、まあディーゼルエンジンなんで、スポーティーさを売りにしてるわけじゃないんですけど、まああまり機会もないんでちょっと排気を聞いてみたいと思います。はい、まあさすがにディーゼルエンジンですんで排気音はこんなもんかなっていう感じですね。はい、はい、こちら2009年モデルのメルセデス・ベンツ E クラス E320CDI ステーションワゴンアバンギャルド128万円、すごいいいですね。これ結構ちゃんと見に来たんですが、ちょっと今日別件のトラブルがあって取材時間が全然なくなっちゃったんで、できればですね、これ車検ある車なんで一回試乗したいですね。ちょうどですね、使い勝手のいいコンパクト、まあミドルクラスのステーションワゴン欲しいなと思ってて、このぐらいの値段でこの程度で、しかも経済性に優れたディーゼルターボ、これかなり魅力ですね。でこの車めちゃめちゃ綺麗です。まあ、よく言えば車高はノーマルでもいいかなっていう気はするんですが、お買い得感相当高いですね、この車。多分前オーナーさん車好きで本当に大切にしてたんだと思います。はい。